証拠まかと逃げ回ってんじゃねえよ。悪く思うなよ。俺たちも命がかかってる。やっぱりレオナ先輩の魔法はすごい。威力もあるし無駄もない。俺はこんな人を守ってやろうなんて考えてたのか。おい、ぼーっとしてんじゃねえ。気持ちを切り替えろって言っただろ。あ、階層が深くなるにつれてファントムが強くなっている。その分ケージの作りも頑丈だし、魔力の消耗は最低限にしないとな。どこを狙えば効率がいいだろう。やはり魔力消費を減らすには脆い部分をピンポイントで狙うしか。さっきから何ブツブツ言ってやがる。たく、俺の手を煩わせやがって。レオナ先輩、今俺を狙いましたね。素晴らしこそが自慢の蛇ならスルッと避けられるだろう。ほら、ファントムのお出ましだぜ。ああもう調子が狂う人だな。ケージの中にも施錠キーはなさそうだな。それにしてもケージの側面がかなり深くえぐれている。もし直撃を食らっていたら俺は今頃どうなっていたか。心配なら今後は俺に背を向けないことだな。この人本当に味方なのか。